皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは、カップヌードルを使って、茶碗蒸しを作ってみようと思います。昔、ヒカキンさんがやってましたね。まずは普通に、カップヌードルを作りましょう。シーフード味で作る方が多いみたいですが、個人的にはこっちの赤い方が好きですね。3分間待ちましょう。麺は使わないので、普通に食べます。はい、麺だけ食べました。こうして見てみると、結構具沢山ですね。マグカップに卵を割り入れます。カップヌードルの残り汁を入れましょう。ラップして、レンジでチンします。これだけで、茶碗蒸しの完成です。今回はわざと具を残しましたが、普通に食べた後の残り汁でも、美味しく作れると思います。そのまま飲んだり、捨てたりしているという方は、一度試してみてはいかがでしょうか。それでは、ご視聴、ありがとうございました。